こんにちは、ゆなです。今回は岡田奈々さん AKB 卒業に関して、予備営業アイドルの恋愛について、なんで夢より恋愛選ぶんだろう、推しがプライベートで何をしようと自由じゃないか、アロマンティックアセクシャルの視点から見たらどう思うか解説をしてみます。アイドルの岡田さん、男性との熱愛報道が報じられています。岡田さんはレズ疑惑が以前から言われており、ファンの間ではレズビアンまたはバイセクシャルであることが周知の事実になっていました。LGBTQ を利用して有名になったではないかということもさらに批判になっています。岡田さんのセクシャリティについて、レズビアンじゃなかったの、なんで男性と恋愛しているのと批判が多かったので、レズビアンなのかセクシャリティについてを解説をしてみます。岡田さんは過去、バイセクシャルやレズビアンではないかと発言もありました。村山さんとは仲が良く、女性同性愛、レズビアンのような関係がネタにされることもありました。2016年5月の番組で、岡田さん、レズ疑惑の議題が取り上げられます。これは、2016年と今からだいぶ昔のことです。かなりセンシティブな話題を扱っているので、今やったら問題になっていたのだと思います。昔だったから許されたのかなという感じだと思います。レズだ、どっちでもいいの2択で、視聴者にアンケートを実施、レズだという回答が上回っています。レズはレズビアンの逆語ですが、あの人レズだなどは差別用語になってしまうので、人に対して本当は言ってはいけません。これも昔だから許されています。相手、レズ疑惑について話していきますが、岡田さん、否定はしない。否定しないんだ、バイセクシャルってこと？岡田さん、恋愛対象に性別は問わないんで、バイセクシャルなのかな？可愛い女の子が好きですね、と言っています。その後、2017年1月、ドキュメンタリー番組、AKB 裏ストーリー岡田奈々夢の代償という番組があります。ここで好きな男性のタイプについて話している時に、自分だけが全然盛り上がらない、逆に好きな女性のタイプを聞かれるとすごくポンポン出てくる自分がいた、やっぱり女の子が好きなのかなと思うと発言がありました。ファンの間ではレズビアン寄りのセクシャリティである、またショートヘアでボーイッシュ路線、中性っぽいイケメンキャラで定着をしていました。岡田さんがユギ好き、ユギとはレズビアン作品のことです。ユギ好きであることも岡田さんは公表しています。趣味嗜好の面もあり、ファンの間ではさらにレズ疑惑を指摘されるようになっていきます。ファンの間で岡田さんはレズビアンまたはバイセクシャルであることが周知の事実になっていました。今回男性との熱愛がスキャンダルされたことで、LGBTQ を利用してスキャンダルやキャラ作りをしていたのではないかと、さらに批判を呼ぶことになってしまいます。ここで考察をしてみます。岡田さんのセクシャリティは本人にしかわかりません。辞任は本人が決めることです。バイセクシャルかレズビアンか迷う。女性を好きに思ったけど恋愛の好きだったのか憧れだったのか迷うなど、辞任に対しては迷うという方はいらっしゃると思います。バイセクシャルの当事者がよく言われる誤解としては、どうせ異性を選ぶんでしょうというものがあります。女性なんだからどうせ男性選ぶんでしょうと言われてきついなと思う方もいらっしゃると思います。2016年当時は岡田さんも本人の年齢も20歳未満と、いろいろな社会経験を積んだり、いろいろな方と出会いながら、周りと違う違和感をなんとなく感じながらも、自分は何者なのかな、自分のセクシャリティ何なのかなと、自分自身も辞任を迷っていた時期の可能性もあるかもしれないと思います。また一般の方が見た時のセクシャリティの分かりやすさというものも関係していると思います。岡田さんはショートヘア、ボーイッシュ、中性イケメンなキャラになっていました。外見の男女らしさというのは表現する性と言います。一般の方が見た時に、男性っぽいから女性が好きなんだというのは分かりやすいと思います。しかし、表現する性と好きになる性は別で、表現する性と好きになる性は本来関係がないです。表現する性が男性でも、男性好きになる人、女性を好きになる人、誰も好きにならない人など、いろいろな人がいます。また趣味嗜好に関しても、岡田さんはユギ作品が好きな方でした。LGBTQ 当事者だからユギ作品が好きなんだというのも一般の方にとって分かりやすいかもしれませんが、セクシャリティと趣味嗜好も本来関係がない全く別のことになります。LGBTQ 当事者だから、BL 作品やユギ作品が好きというのは関係がないです。次に今回の男性との熱愛報道について解説をしてみます。2022年6月のミュージカルで猪野さんと共演、交際に発展したと言われています。2022年11月に熱愛報道がされます。AKB に恋愛禁止のルールはないと主張をして、開き直って言い訳をしないでとさらに炎上してしまいます。2022年11月23日、岡田さんはツイッターで AKB 卒業しました発表。スタッフさんから卒業の必要はないと言われていたとも書いており、一言余計である、最後までプライドが高い、自分を正当化しているだけ、逃げているだけ、アイドルよりも恋愛選んだんだとさらに批判が広まってしまいます。
ファンからはアイドルよりも男を取ったのか、アイドルのグッズを粉々にしている写真をツイッターに上げられてしまうなど、批判をどんどん呼んでいる状態です。熱愛相手の井野さんは、岡田さんとの交際を否定をしていません。熱愛相手の井野さんに対しては、アイドルを卒業させるからには責任を取れ、遊びならば許さない、結婚して幸せにしますくらい宣言してほしい、岡田さんのファンからは結婚を強制する圧をかけられるようなコメントが殺到している状態になります。11月20日には、向井地さんが今まで曖昧になっていた恋愛禁止というルールについて改めて考え直す時代が来たのだと思います。運営と相談し、どのような形であれ必ず結論を報告させていただきますとツイッターに投稿して、ファンの間ではさらに議論になってしまいます。ファンからはルールを守らないメンバーをキャプテンが擁護するのはいかがなものなのか、相手の恋愛を自由にしたのにファンはお金を出すというのが通用するとでも思っているのか、恋愛したければ卒業すればいいと思うなど批判になってしまいます。それに対して火消しのために AKB グループに恋愛禁止のルールはなく、メンバーそれぞれが自覚を持って活動することで成り立っている AKB イコール恋愛禁止という認識が強いため、今後そのルールをどうしていくかを考えるべきということを伝えたかったんだと投稿しますが、ここでも AKB に恋愛禁止のルールはないと発言をしてしまっており、さらに炎上している状態です。アイドルは恋愛禁止であるというルールは今の時代に合っているのか議論になっています。アイドルだって人間だし、いろいろな考え方があるなど、多様性が進んでいる今の時代に即したアイドルの考え方が必要ではないかなど意見もありました。ここでアロマンティックアセクシャルの視点からどう思うか考察をしてみます。アロマンティックやアセクシャルの交流会で推しに関して話題になることがあります。推しとはアイドル、アニメ、二次元などいろいろなものがいますが、好きな人、好きなもののことを言います。恋愛や性的な好きとは別でも、アイドルが好きで応援しているという方はアロマンティックやアセクシャルの当事者でもいらっしゃいます。一方、一般の方はガチ恋と言って、そのアイドルの方に対して本当に恋をしているという方はいると言われています。アロマンティック、アセクシャルの当事者的には、アイドルはあくまでも仕事、サービスとして提供しているもの、アイドルがプライベートで恋愛しようと何をしようと自由でないかなど意見を聞くことはあります。ぶっちゃけ裏で恋愛しているだろうということはみんな知っているけれど、恋愛していない設定のキャラであり、恋人はファンであるという設定である、その世界観を楽しむものではないかなど意見もあると思います。悪いことはバレないようにするのも能力だから、裏で恋愛しているだろうということはみんな知っているけれど、バレないようにしてくださいって意見もあると思います。アイドルの仕事にプライドを持っていたはずなのに、恋愛したことでアイドルを辞める。夢よりも恋愛を優先するっていう、恋愛を望まないアロマンティック的には、そんなに恋愛って大事なのかなと、恋愛を夢よりも優先していいのかなというのは不思議だとも思います。以上でアイドルの恋愛に関して、遊戯営業が良いのか、なんで夢より恋愛を選ぶのか、推しがプライベートで何をしようと自由ではないかの動画はおしまいです。アイドルの恋愛について皆さんどう思いますか？最後までご覧いただきありがとうございました。